球団の得点圏打率1位、2球団だけおかしい。セリーグ、広島、小園、389。ヤクルト、中村、333。阪神、近本、311。巨人、丸、308。中日、細川、306。DeNA、宮崎、289。パリーグ、日ハム、タミヤ、459。ソフトバンク、柳田、375。楽天、辰巳、372。オリックス、宗、324。ロッテ、外、280。西武、外崎、227。西武はそもそもチーム打率がクソ低いし、得点圏もそりゃ低いよな。打率低くても得点圏に強いバッターがいるだけで全然違うだろうに。さすがにタミヤの率はおかしい。これ完全に2022の松本やん。中村は打率2割前半なのに得点圏無駄に高すぎだろ。楽天が今一番チーム得点圏高いし、これは小郷と辰巳のおかげだね。ギータさんいなくてもこれだけ強いソフバンは本物なんよな。近藤が消えたらさすがに弱くなりそうだけど、セーブさ、本当に誰が監督でも結果は同じだろうね。打撃関連だと毎回セーブがさらされててかわいそうになってくる。中村もタミヤもなんで得点圏こんなに強いの。その先の次は源太の188とかいう破格の数字よ。外マジで神スケットやわ。ポランコがチャンスであんま立ててないイメージあるだけに、この補強は大大成功ね。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。